どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。1140サイクル、もう電気のバッテリー増やしたけど、先にこの水がもう溢れそうなので、水に対処こっちもしていきたいかなと思います。赤いのはまるでね、朝の休憩になったらかな。さて、ここからどうするかっていうと、まずは上に、捨てるところを作る。その前に電気グリルと、これを鳴らし、これね、排出が必要。それぐらいかな、とりあえずは。まあバッテリーも作りつつ、でこれ気体や液体は全て吸い出されてるって書いてあるから、多分秘密秘策第2弾、多分液体もいけるんじゃないかなと思うね。これでも液体いけなかったら大惨事だから、すぐパイプを切る準備をしときつつ、ここに捨てたいから道を作りたいと思います。さて、この辺に垂らせば大丈夫じゃないかなという甘い願望。これはこうかな。まずはとりあえず今一番まずいであろうことを、この汚染酸素、汚染水か、これを捨てたいと思う。この汚染水はどこから来てるの？元を正せばここを吸い出してるんだ。なるほどね。誰？どうして？何故に空腹なの？なぜなんだ？どうしてそんなに、何故にそんなに。ああ、消毒してるんだ。この消毒って作業って多分必要だよね。え、なんでスーツ着てないの？どういうこと？え、どういうこと？え、びっくりしたんだけど。え、なんで？え、どうして？どうして？え、ここから脱出できないでしょ？なんでスーツ着ないで行っちゃってるの？おかしくない？スーツ着てないよね。え、なんで？死んじゃうでしょ？どうしてそんなことが起こったの？まずいでしょ。この空間、それは水路出なかったらストレス溜まるよね。え、ちょっと待って、なんで？どこからスーツを？え、なんで？え、なんでだ？すごい謎なんだけど。そうでしょ？なんでスーツ着てかなかったの？
それは大問題だけど。ちょっとここチェックしてようかな。なんでスーツ着てかなかったんだ。お、そうだよね。え、なんでスーツ着てなかったんだ。あ、もうできたんだ。電気がまずいな。なんで？あ、空きがないのこれ。え、なんでそんなこと起きるんだ。夜なのにアラーム外せないんだけど。いやー、すごい不思議な現象が起きてる。なんでだったんだろう。こっちにスーツが一つもないよね。すごい不思議。これなんで配達されてないんだろう。今着て出かけてる人いないはずだけど。待って、これなんかおかしくない？秋の実バツになってるけど、なんで？え、なんでこっちがバツなのこれ。クリアランス常時になってる。これも常時でしょ。秋の実でしょ。マークおかしくない？ないから通れないってこと？わかんないな、これ。何なんだろう。あれ、でも前までこんな風になってなかったんだよな。秋の実でしょ？なんでこんな風になったんだ。すごい謎ではある。とりあえず配達させようかな。そして、まあとりあえず、そこにこだわっても仕方ないので、バグかなと思ったりもしつつ、どこまでできるかな、これ。一回で。どれぐらい伸ばしてくれるかな、みんな。これも動かしてほしいんだよな。あ、ちょっと待って、そういうこと。今見たわ、それダメだわ。何これ、なんでこうなるの。それはダメだよね。そうなるよね。何それ、これ開いてたの。早くみんな戻ってきてよ。それまずいわ。それダメだって、みんな。それ本当に、いや仕方ないか。これでこの子たち移動できるのかな、ここまで。
とりあえず全員移動させよう。これまずいね。非常にまずい。もう一人いるね。違う。もう一人どころじゃない。もう二人もいる。それは中度の怪我とかになるよね。絶対ここスーツなかったら行っちゃいけない土地だもん。なるほどね。修復作業？いや大丈夫だよね。砂か。まあとりあえずもらっておこう。はい、これで大丈夫なはずだよ多分。あれなんで休まされない？足りない？パイプ詰まりっておかしくない？いや、おかしくない。吸い上げが弱いのか。あー、結構弱いんだね、吸い上げが。大丈夫？老齢か。なるほどね、ここ抜けてたのか。全然気づかなかったな。これ気づいてなかったら致命的なことになってたと思う。これでとりあえず安定したから、まあ、水道管も大丈夫だね、今のところね。何してんの？なんで？あ、スーツいっぱいだからじゃない？そうだよね。これで戻ってこれるでしょ？危ない、また犠牲者が出るところだった。そしてこれを、あ、結構早く終わりそう、これ。あとここまで伸ばしたら吸い上げたやつを捨てればいいだけだから、もし捨てれるなら、それぐらいかな。なんかやたら水漏れてるけど大丈夫？まあ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 。とりあえず電気を増やしつつ、モップがけをしつつ、管を伸ばそうか。水道管、後々の邪魔にならないようにしたいけど、まあ今それを考え、あ、違う、それを考えてる余裕はないから、下から上に行きたいんだから、こうだね。そして、残ってる道が、こうか、下通した方が早いな。これでここをブリッジ。とりあえずここ、こうかな。
これ大丈夫かな、スーツ。配達してないけど。とりあえず大丈夫かな、これで。よし。ここで吸い上げは頑張ってもらって、まあ吸い上げが実際どうなるかっていうのが気になるけどね。まずいまずいが、でもこれ大変なことになってる。いや、ここ先手を打つ方向でよかったかもしれない、やっぱり。とりあえずは管をやってあげて。はい。こんな感じで、ここと次回ここの水と下のところの水を吸い上げようかなと思います。それから鉄と鉛を揃えて、バッテリーを増やすか。もうそろそろこれが止まるから。多分この量のあと 1.2 サイクルで止まっちゃう。いや、ちょっと止まったら恐ろしいことになるとまた思うんですが、とりあえずは、はい。一つ一つやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミーゴス。またね。